皆さんこんにちはホワイトカルですすよろししくお願いします本日は CUI な環境にバーチャルボックスとベイグラントをインストールして実際に仮想マシンを作成しますこの方法はどこにもないので皆さんもいかがですか ?Linux ネットワーク仮想環境の技術をふんだんに使用しているので間違いなく勉強になると思います生成 AI があるとはいえ 知らないと良質な回答を得られませんさらに AI の間違った回答を指摘できないのでいずれにせよ学習するに越したことはないでしょうそれでは始めましょうまずはバーチャルボックスをインストールしますインストール方法は公式に書いてあることをコピ定するだけですコマンドの意味を知りたい方は動画の概要欄のリンクにて 詳しく説明していますので、参考にしてください。ここからは、部分図に SSH 接続して作業をします。記述内容は長いので、コピペしてください。これを追加しないと、バーチャルボックスのバージョン6がインストールされます。最新の7をインストールするため、このステップを踏みました。 バーチャルボックスのアプトリポジトリ用の公開鍵をダウンロードしそれをシステムの信頼できる鍵として登録しますバーチャルボックスをインストールする準備ができましたパッケージリストを更新してインストールしますこの過程は時間がかかります10年前のパソコンですがやろうとしている音楽サーバーの設置は可能です インストールが完了したので、バージョンを確認しておきます。次は、ベイグラントをインストールします。ベイグラントはバーチャルボックスと相性が良く、仮想マシンの設定と管理を簡素化するツールです。こちらも公式ページを参考にインストールします。部分図のタブにあるコマンドをコキペします。 公開鍵のダウンロードと追加をします。続いてアップトリポジトリの追加をしますパッケージリストの更新とベイグラントのインストールをしますインストールが完了したのでベイグラントのバージョンを確認します正常にインストールできました実際に 仮想マシンを立ち上げてみましょうベイグラントクラウドで Ubuntu を検索しますワードプレスやララベルなど出来上がったものもありすぐにテストすることもできますベイグラントファイルを実機で作成してもいいですしニュータブのコマンドを小規定してもいいです動画ではニュータブにあるコマンドを小規定します わかりやすくするために、適当なディレクトリを作成して、そのディレクトリで小規定します。コマンド実行後は、ベイグラントファイルが作成されます。ベイグラントファイルの内容をもとに、仮想マシンを作成することができます。仮想マシンを起動します。 レイグラントを使用してバーチャルボックスの仮想マシンを立ち上げた場合いくつかの便利なコマンドがあります仮想マシンの状態を確認します仮想マシンが起動したので SSH で接続してみます仮想マシンで使用しているメモリの容量デバイス状況を確認してみます仮想マシンではメモリの容量が 2GB デバイスに音源がないことが確認できました CUI の u ン u n t サーバーでは使用する頻度が少ないせいか音源がないことがありますそこで レイグラントファイルを編集して音源を追加します。仮想マシンから抜け、ホストマシンに戻ります。最初は初期値のまま起動しましたが、ここで編集してカスタマイズすることができます。メモリの容量を4ギガバイトに増やして、音源の設定をします。 ファイルの内容を変更したので仮想マシンを再起動します仮想マシンに SSH で接続して変更内容を確認しますメモリの容量は指定したサイズ通りになりました仮想音源デバイスも追加されました音が出るか確認するためアルサをインストールします ALSA ドドをインストールするとシステムを管理するためのいくつかの便利なコマンドラインツールを使用できるようになります。A プレイコマンドを使用してオーディオ出力が正しく機能するか確認します。 A プレイコマンドを使用すると通常ユーザーではサウンドカードが見つからないがスールを使用するとサウンドカードが認識されていますアルサミキサーの設定を調整するコマンドでも同じです後からユーザー単位で設定するツールをインストールするので この問題を解決しておきます。まずは、グループ一覧を表示します。グループ、オーディオがあるので、現在のユーザーをこのグループに追加します。 グループに追加されたか確認すると、まだ追加されていません。コマンドを実行した後、変更を有効にするために、システムを再起動するか、またはユーザーがログアウトして再度ログインする必要があります。追加されていることを確認しました。これで、スードゥなしで表示されるはずです。 仮想環境の準備ができましたので MPD をインストールします MPD は Linux を含む多くのユニックス系オペレーティングシステムで使用される音楽プレイヤーです MPD の主な特徴はバックグラウンドで実行されるサーバーとして機能しユーザーはクライアントプログラムを使用してこれを制御することです仮想マシンが外部と通信するための設定などを学習できますですので レイグラントファイルやネットワークの見直しをして仮想環境を変更していきます。MPD のインストールが完了しました。MPD の状態を確認します。インストール後は起動していないようです。起動します。また、システム再起動後は自動で起動しませんので、その設定もしておきます。 起動しました。続いて MPD の設定を行います。音楽ファイルを配置するディレクトリを確認後、音声出力に必要な記述をします。 プレイプレイコマンドの出力に基づいて、この記述をしています。ファイルを編集したので、MPD を再起動します。仮想マシンから抜け、ホストマシンに戻ります。仮想マシン内での音楽ファイルの保存ディレクトリがわかったので、同期フォルダの設定をします。 この機能を使うとバーチャルボックスで実行しているゲスト OS とホスト OS 間でファイルを共有できます。ホストでは「music」というディレクトリに音楽ファイルを配置しています。レイグラントファイルを編集して同期フォルダの設定を追加します。 先と同行にして仮想マシンを再起動します念のため仮想マシンに SSH 接続してホストのファイルがあるか確認しますファイルを確認できたので ホストと共有していますここで少しホストとゲストのネットワークについて学習しておきましょうまずはホストの IP アドレスを確認しますここは重要です。 ホストの IP アドレスと違うアドレスが表示され仮想マシンから見るとこの IP アドレスから接続しているように見えますなかなか言葉では難しいですが説明します要するに10.0.2.2の IP アドレスは NAT モードにおけるホストマシンの内部 IP アドレスでありホストマシンの外部ネットワーク上の IP アドレスとは異なりますこれは、 仮想マシンとホストマシン間の通信を管理するための仮想的なアドレスですこの知識を頭の隅において仮想マシンに外部からアクセスできる設定をします MPD の設定ファイルに 外部から接続する許可をする記述をしますデフォルトでは自分自身以外は拒否しています またホストでベイグラントファイルを修正しますホストと仮想マシン間でポートフォアリングを設定します MPD はポート6600を使用しますホストとゲストのポートフォアリングは仮想化環境で使用されるネットワーク設定の一つですこの設定を通じてホストマシン上の特定のポートからゲストマシン上の特定のポートへ ネッットトワーククラフィックを転送するこ,とができますこの設定を反映するため仮想マシンを再起動します何度やっても忘れがちなことにファイアウォールがあります。クライアントからの接続を許可するためにこのコートを開放しておきます。 この設定はホストで行いますようやくクライアントで接続できる準備ができましたホストマシンの IP アドレスを入力して動作確認します MALP といって MPD クライアントのアプリですサーバーにある音楽ファイル名が表示されました確かに接続は完了し、 音楽が聞けています。しかし音が出るのはサーバー側ですつまりリモコンでホストマシンを制御しているようなものですというわけで今度はクライアントで接続してクライアントから音が出る設定をします,2つ案がありますこの方法は一つのパルスオーディオサーバーが別のパルスオーディオサーバーに接続してオーディオストリームを送信するために使用されます 別の方法は、MPD サーバーがクライアントのパルスオーディオサーバーに直接接続し、音声を転送します。どちらの方法も、パルスオーディオサーバーとクライアントにインストールする必要があります。この動画では、後者の方法で設定をします。ホストにパルスオーディオとアルサをインストールします。仮想マシンには先ほどアルサをインストールしましたが、 便利に使用するためホストでもアルサをインストールすることにしましたここでレイグラントファイルの音源の設定を削除します仮想マシンがホストシステムのパルスオーディオサーバーを音源として使用する設定があるからですこれについては後ほど詳しく説明します クライアントで音が出るようにするためには、仮想マシンでもちょっとした設定が必要です。仮想マシン内でもパルスオーディオをインストールします。仮想マシンがホストの音源を使用できるように、 環境変数を設定します。記述する内容は、動画に示します。MPD の設定ファイルにも記述します。先に書いた内容をコメント扱いにするか、削除します。新たにパルスオーディオ用の記述をします。 レイグラントファイルの編集もしたことですし仮想マシンから抜けて再起動します先ほど忘れていたのですがホストでパルスオーディオの状態を確認します起動していません起動します起動することができないようです先にも述べましたが パルスオーディオの状態を確認するコマンドはユーザー単位で設定され動作するのでこのようになりますどうもうまくいかないのでパソコンを再起動します再起動してきました再起動するとうまくいきました仮想マシンも起動します ここまでで仮想マシンが起動したサーバーの設定は完了しましたクライアントの設定を始めますここではクライアント Ubuntu デスクトップを例に設定しますクライアントの IP アドレスを確認しておきますクライアントで音を出すにはパルスオーディオをインストールする必要がありますパルスオーディオについて少し説明しますパルスオーディオは、 さまざまなオーディオアプリケーションからのサウンドストリームを受け取りそれらを管理しますそして適切なオーディオデバイス例えばスピーカーやヘッドフォンなどに出力するソフトウェアのことを指しますまた次のような特徴がありますパルスオーディオはルートユーザーで使用することは推奨されていませんというかルートではコマンドを制限されますパルスオオーディオは ユーザーザ単位で設定され動作するということを覚えておくのが良いでしょう。Ubuntu デスクトップではパルスオーディオはインストールされていたので設定ファイルを編集します記述内容とその意味はこの後すぐに説明します。 クライアントマシンでパルスオーディオサーバーに外部からの接続を許可したいのでこの内容が必要です。今の例は部分図デスクトップがクライアントです。部分図デスクトップは初期状態でファイヤウオールが無効になっていますが有効にしている方は動画のコート番号を受け入れる許可をしておきます。ファイルの内容を反映するためにパルスオーディオを起動し直します。 パルスオーディオが正常に起動しているか確認します。先ほどポート番号の記述をしました。待ち受け状態になっているか確認します。クライアントの設定は完了しました。再生ツールをインストールして動作確認します。 この音楽再生ツールは接続先を指定できます。接続先は仮想マシンを起動している実機の IP アドレスです。聞こえる。途切っ馬された声。冷たく。せっかくですので、Windows でも聞けるようにします。変更箇所は。 仮想マシン内の MPD の設定ファイル内で IP アドレスを Windows の IP アドレスに変更することです。この動画では、Windows で音楽を聴くためにバーチャルボックスを使用します。動作が軽い、CUI の Ubuntu の仮想マシンを作成しておき、 パルスオーディオと再生ソフトをインストールしておきます。パルスオーディオの設定で、先に紹介した部分図デスクトップと同じ記述をしておきます。聞こえる。ドギスの 2023年時点で多くの Linux Distribution はパルスオーディオからパイプワイヤーへの移行を進めていますパイプワイヤーはオーディオとビデオの処理を統合することを目的とした新しいマルチメディアフレームワークですパルスオーディオの代替として設計されており低レイテンシのオーディオ処理やプロフェッショナルなオーディオニーズにも対応しています本日はここまでにします ご視聴ありがとうございました。